まあそういうのもさ、今視点的にユーストリームについては発表したくないから配信します。さあ始まりました、吉本ハピナハラジオ月曜日担当リズン桜です。お願いします。よろしくお願いします。はい、始めました。さあ始まりましたけれども、月曜日が来ました。あれなんか久しぶり、あれ、いや久しぶりじゃない、先週は、先週やってるのか、うん、その1週間か、うん、そうだね。なるほど、うん、さあ1週間経ちまして、うん、今週もいろいろありましたけれども、はいはいはい、どうですか、まず近いところで言ったら、新喜劇か。うん。企画ライブもね。企画ライブや、あれ、1週間まだ経ってないんじゃない ?1 日でしょ。金曜日にやったのか。うん。そっか。うん。ね。ウリスン桜の企画ライブ。はい。クエスチョン。クエスチョンもね。先週の金曜日に行われまして。はい、無事に終わりましたけど、はい。はい。無事に終わったのか、あれは。無事に終わったのか。全然ね、来てくれた人もまたやってくださいって言ってくれましたし、みんな謎に包んだまんまさ、本番迎えましたけれども、うんうん、結局ね、こちらの、うん、ハピナハの2階にあるエビスさんで、はい、うんうん、僕がビールを持ったフライヤーで、はい、クエスチョンっていうタイトルで、うん、みんな何のライブやるんですか、企画ライブってしか売ってなかったので、うん、で、蓋を開けてみると、うん、僕が酔っ払った状態で、うん、お酒を飲んで、うん、それを、うん、動画を撮って、はい、それをクイズ形式にして、そうそうそう、カジトオレンジの2人とケンタ君と毎週に答えてもらうクイズ番組にしたんですけれども、うん、まああれですね、僕は不安でしかなかったですよ、はい、いや不安よりも、うん、共感できるかなっていうところが心配でしたね。不安、うん、なんていうんですか、内容的には受けるだろうなっていうのはあったんですけど、うん、それに共感できるかなみたいな、その酔っ払い方とか、あんまない、ない酔っ払い方をするんでね、高杉君が。だそれを、うん、そう、なんていうんですか、アップダウンが激しくなってるんですよね、感情の。感情がね、うん、感情が行ったり来たりするんだよな。そう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 、めっちゃ怒ったり、めっちゃ泣いたり、めっちゃ笑ったりするから。そうそうそう。だから、うん、その、場面場面で、あれこれ、どっか飛ばしたのかなと思うぐらい、うん、次の映像の時には怒ってるし、次の映像では泣いてるしみたいな。別日なのかなっていうぐらい感情が浮き沈みしてましたね。そうなんですよ。1問目が、うん、僕が前歯がずれてる理由はなぜでしょうっていう問題で、はい、正解は、うん、僕が中学校の時に隣のクラスの城間克也くんに、英語の教科書の表紙の外人に似てるなって毎休み時間いじってたら、うん、前歯殴られて吹っ飛んで神経がなくなって、その時出っ歯を気にしてたから、爪切りの裏のヤスリで削ったっていう正解だったんですけど、そうですね、まあ、まず当たるわけないっていう、まあね、まあ、それで若干お客さん引いてなかったから、いやまあそのなんだろうな、今ぐらいコンパクトに聞いてたらあれだけど、長かったのがいろいろ説明があって、で2問目がなんだっけ、2問目は、キャット上原に何をしたでしょうみたいなこと、うん、パンチした、そうそうそう、グーパンチを顔にする、グーパンチね、あれも引いてたな、一応、うん、言っときますけど、うん、酔ってますから手加減はしてますからね、いやもうキャット君はクラクラしたって言ってました、あ、まあ、だ場所によるんですよ、多分顎は、ね、うん、脳が揺れるって言います、だからあなた酔っ払ってるから手加減してるつもりですけど、うん、めちゃくちゃ痛いんですよ、あ、加減が分からなくなる。そうそうそう。俺とかにも酔っ払って、いや、おかしいだろうって突っ込むけど、ただの暴力でしかない時あるんですよ。俺一回なんか、作家のキャンさん、ヒップホップとかやってるキャンさんと飲みに行った時、うん、キャンさん今日超楽しいですねって、ボーンって階段から突き落としてた。そう。ね、偉い作家さん、沖縄はね。沖縄で楽しいっすね、ってやったけど、俺階段って分かってなくて、階段キャンさん、キャンさん普通に、キャンさん普通に階段を、おとととととって言って、足をパタパタパタって言って降りていきました。すごい速さで階段下ってっていう。
で俺がおやめろお前キャンさん危ねえだろうってね周りにいたら誰もが言うセリフを言ったら俺にキレるって言ったふざけんじゃねえよお前が酔っ払って言ってたんだろっつって殺されてさでバチンと痛くなってで俺をぶん殴ろうとしたらそこにいたあの吉本の社長さんに乳首つままれて止められてってやめろっつって喧嘩するな昔っから酔っ払い方ひどいんだなそうだからお酒飲んじゃダメな人なんですよ本当そうなんですよ僕、うん本当はね、うんまあまあ、お酒飲むと病気になっちゃいますね、うん、お酒が、まあまあまあ、で次の問題が全部振り返るんだ振り返りたい振り返りたいふわふわふわしたまま終わったから覚えてないあら次の問題あ中曽根君が あの映画はジャッキーしか見ないじゃあなんでジャッキーが好きジャッキーが好きな理由、うんうん一生懸命頑張っているそうそう手足短いのにアクション頑張ってるなんでそれを問題にしたのか俺不思議なんだよいやもう、ね、ジャッキーが好きで好きな理由って問題面白いか本当は、うん僕らが提案した問題は、うん、あれだったんですよ中曽根くんが、うん、見る映画は何でしょうか、うん、まあジャッキーチェーンすぐ分かるから好きって言ってるもんな、うん、普段からそうそうだからその後 の, そのジャッキー・チェーンが好きな理由のところは映像として見て面白いかなっていう、うん、そのジャッキーが好きって分かった時点でその理由まで一個の動画としてやりたかったんですけど、うん、そのあ問題の出し方がちょっと切るところが違ったそうそうそうニュアンスが、まあ、僕ら の,、ね、あの作ってもらう方とのやり取りね短かったんでねでも あの方が逆に良かったなっていう。なるほどな。そうそうそう。そこ問題にした方が。でも問題、俺がジャッキーが一生懸命頑張ってるからっていう答えは面白いよ、それは。果たして。大喜利的なもんで言うと。あのね、面白いかっていう、やっぱ酔っ払ってるっていうの一個プラス、普通の人から見たときに、うん、すごいジャッキーを上から見てるなっていうのは。あ、そういうことね。世界のジャッキーチェーンに対して頑張ってるなと思って見てるっていう。そういう意味の、笑わせようっていう意図だったんだそう俺 なんでジャッキー好きなのに一生懸命頑張ってる何が面白いんだろうって思って、うん、俺そんな変なこと言ってるかなと思ったけどあ、うん、上から見てる発言そう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 発言がもうそんな風に見てないのは分かるけど発言が全て上から見てるそういうことか言い方をするっていう初めてのお使いの子供を褒めてるみたいな感じの言うのをジャッキーに対してしてるっていうので面白いってことねそ う, あそういうことか全然分かんなかったわそうだから基本だからそういうことじゃない全部映像を通して見てもさでもう一つが、うん泣くっていう、うん、このあとどうなるでしょうっていう問題で俺が泣いちゃうっていうのでそうゲップした自分に対してゲップサービスっていうで後輩がポカンとしちゃったから、うん、これはね今リップサービスっていうのをゲップサービスっていう言い回しでやってるボケだよって言ったら、うん、説明すんじゃねえよみたいな感じで言ったのよでその後に急に目を押さえ出してびっくりした映像が止まってたわけ、うん、俺一人だけみんな普通に楽しそう飲んでて俺一人だけ目を押さえて5秒ぐらいで動かなくなっちゃって5秒ぐらいずっと目を押さえた状態でどうしたどうしたって言って俺泣き始めててそうで岩田がどうしたのって俺本当に子供が泣いてみたいにヤスが俺のボケ理解してくれて突っ込んでくれたっつって泣いてて記憶ないのそういう子なんですよ長嶋君だからでもうまくないゲップした後、うん、2つかけたんだよ俺ゲップを皆さんに提供しましたっていうゲップサービスと、うん、リップサービスを2つかけてたんだよ後からじゃないそれ違うよ記憶がないんだったらそんなかけてたかどうかなんてかかってるからすごいだろ俺の意図してやったからだから後からじゃない違う酔っ払ってもその能力を持ってるんだ私は、うん、もうすごくないお客さんがかゆいってなってるからイライラすんだ何こいつのイライラすんだただもうそれでそれが意図が伝わってて後輩が笑ってたらよかったけど後輩のあのポカンとした夢に出てきそうだわあれはあなたのなんていうの即座のいいボケに対してのツッコミではなく誰も理解してないからフォローでやってあげてたツッコミなのね、うん、いや多分ね後輩も意図は分かった上でいや何言ってんすかっていう感じになったと思う言ったらね、うん、そうそうそうそれを、うん、あこのままだと滑るなと思ったからあのあえて分かってるだろうっていうのを踏まえた上で僕はフォローしたんですなるほどなそうそうで最後は一回撮り終わって、うん、じゃあお開きにしますかっていう時この後どうなるでしょうっていう問題で、うんはい僕が前段で登場するそうそうそうちょうどねちょうどテーブルの上に置いてるビールの缶が僕のおちんちんのところに隠れてて、うんはい、本当に
安村さん状態になってる、綺麗に隠れて、ね、安村さん状態ではないな、あれは隠してる人だから、ちょうどね、ない人がたまたま隠れとかね、話して足も組んでたからちょうどよかったですよ、ね、ちょっとね、毛が見えちゃいましたね、毛が見えちゃって、だからもう最初で一番いっぱい振って見たくない人は見ないでくださいって一応流しますけどって言って流してね、あーっていう悲鳴が、悲鳴と笑いの中間ぐらいのやつが結果見るんですよね、そういうの人は怖い、あのホラー映画見ると一緒ですよ、うん、でね、俺思ったわ、何ですか、親が行こうとしてたから呼ばなくてよかったです、うん、よかったと思うよ、うん、自分の息子がねあんな人に暴力を振って切れるわ、前歯をヤスリで削るっていう、うん、頭おかしい行動するわ、そうそう、あと何した、ジャッキーを上から見るわ、うん、ああそうだね、あと俳優志望だったけど今は芸人になった理由とか、理由、そう、俳優、それをお母には見せたくなかったな、来ないでよかったですよ、え、親とかにはさ、うん、なんて説明したの、その俳優とかになるって言って東京行って戻ってきて芸人になってます、あとどうしたのってなって、うん、何があったっていう説明の仕方してる、いやでもね、うん、音はなるもんだと思ってたって言われたことある、うんうん、なんか昔からちょっとそういうところはあったみらしい、うん、まあ、違う違う、帰ってきてその親に説明した時の会話が知りたいの、だからこの前芸人やってんのこの映像で喋ったことあるさ、うん、俳優コース行って、うん、台本全部書き換えて、うん、でタレントコース行ったら、うん、そのタレントのピラミッド図に対してボケて、うん、回され回されお笑いコースに来ましたっていう経緯を親に話した、あ、ちゃんと話したんだ、うん、あ、そういうことか、だから、まあ、うん、変な話、それって結果的にね、うん、レッサーの新喜劇呼んでもらったり、はいはい、ヶ月で単独やらせてもらえるぐらいにはなっておりますので、そうよ、だからそこで俳優じゃなくてよかったなと、うんうんうん、今となってはね、今となってはね、うん、やってたらどうなってたんだろうな、いやだからもう親に、いやなんか俳優つまんなくてさ、そんな格好つけて言いません、感じで言ってたら面白いなってちゃんと説明はしてるんですね、親には素直に、いやでもさ、お前なんかがそういう意味で言ったらすごいよ、なんで一発目でお笑いの養成所に来てるわけじゃん、うん、吉本という看板のもと、うん、それがすごいと思った、つまり、うん、俺は面白いやつなんだって思ってるわけでしょ、笑わし面白くなりたくて入ってる、そうそうそう、だから俺は笑わそうとやろう、学校行けば俺は人を笑わせることができるはずだと思ってきてるわけでしょ、うんうんうん、だそれがすごいと思う俺は、うん、だから俺が俳優目指したのやばいとか言ってるけど、うん、お前たちの方がやばいからな、始まったぞ、うん、面白くなりそうだな、そうだって、そうだって、何は俺笑わせる能力少なからずあるかもって思ってきてるわけでしょ、うん、だからその地元で一緒じゃん、地元の友達と飲んでて、うん、俺が喋るとハードル上がって、うん、ちゃんとそこで受けて、それの繰り返して、あ、これもしかしたらお笑い向いてんじゃないかなっていう勘違いをして、さあまあ養成所に通う、あ、じゃあもう認める、勘違いして入りました、うん、もちろんもちろん、やばいやつやし、やばいやつ、え、だって認める、いや 俺の俳優をバカにするのは君たちはやってはいけませんよ、うん、え、なんで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 って、そりゃそうさ、え、だって未だに自分のことかっこいいと思ってるでしょ、じゃあかっこいいから俳優じゃないですよ別に、え、じゃあ何だから俳優だか、俳優がだからその時は、うん、今では違うよ、うん、俳優って台本があるじゃん、うん、台本を覚えれば、うん、別にお芝居は成り立つわけじゃん、上手い下手は別にして、うん、お笑いって自分たちでネタも考えなきゃいけない、うん、面白いことも言わないといけない、うん、能力が必要、うん、ってなったら俳優の方が入り口としてはまだやりやすいのかなっていう、意味わかる、でもだからテレビで出たいっていうので入ってるんでしょ、だから僕も別に芸人になりたくてじゃなくて、どうにかテレビに出て死ぬ時にあの人死んだんだってって言われたいから入っただけだった、だからそれがお笑いなわけでしょ、お前は、うん、俳優とかではなく、うん、だから俺は俳優目指そうとしてたってので、うん、やばーって言われるじゃん、うん、だって俳優なんて、だってかっこいい人とか演技がすごい上手い人じゃないとなれないだろうなって思う、いや、かっこいいは別に置いてるよ、別にルックス別にどうこうっていうのはないです、一般的な話を、だ一般的に言ったら、うん、学芸会でもお芝居とかをやるわけじゃん、だからお笑いよりかハードル低いわ、スタートとしては、あ、そうなんだ、普通そうだよ、学芸会でもやるし、うん、演劇部とかだってあるじゃん、うんうん、だから一般の人としてはまだそっちの方が、うん、素人がやるあれとかもあるじゃん、
爽やか3組とかもあるわけで、休み時間にやるじゃん、芸人さんのギャグとかさ。やらないやらない。だから友達いなかったでしょ。違う。友達同士でやるじゃん。え、お笑いネタとかやる？ネタっていうよりは、なんていうの？あ、俺らはやってたよ。うん、その、中学校の時、小学校からずっと仲いい奴がいて、うん、そいつと人のやってるネタをそのまま完コピしてやったりとかをしてたよ。え、一部でしょ、それ。一部でやる。やっぱりみんながみんなお笑いやろうとしてる人いないでしょ。うん。まあ、ダンスやってる奴もいれば、うん、まあ、サッカー部もいるし、まあ、その中でも俺はお笑いのネタをパクってやってた。だけそうだから、うん、ダンスとかお芝居って練習すればなんとかなるから、うん、でもお笑いって作らないといけないじゃん、うん、だから作るって思ってないじゃん、入るときはネタ書けるのと思ってないから、だから面白いことを言えるんだろうなっていうのを思ってるわけでしょ、そうそうそう、だからそこがやっぱ違うんだよ、やっぱりお笑いと役者だったらどっちできそうって言ったら、俺一般の人みんな、うん、うーん、お笑い大変そうだから役者かなって多分、うん、一般の人多分言うと思う、うん、あ、じゃあ目の前に3人いるから聞いてみたら、え、みんなお笑い寄りの人さ、これたちはお笑い寄りの人さ、でもそうだと思う、なんかドッキリとかでもするじゃん、うん、みんなお芝居で、うん、あー今日なんもない日だなとか言って、うん、サプライズとかするさ、あれも演技じゃん、うん、だからやっぱりお芝居の方がまだできる、台本覚えればいいっていうのがあるから、うん、役者の方が、うん、多分スタートとしては入りやすいと思う。そうかな、俺だから高校生とかでもさ、人のギャグやったりとか笑かそうとしてやったりとかする人いるけど、そのお芝居みたいなことをやろうとする人っていない気はするけど、え、学芸会があるじゃん、だから先生が子供たちでもできるだろうってやるじゃん、学芸会って、うん、学芸会でお笑いやらないでしょ、うん、だからハードルは低いんだ、やっぱり学芸会でやることじゃないじゃん、お笑いって、なんで別に新喜劇やったっていいじゃん、うん、でもだからその面白い感じのいうことをやったりすることはあるんだよ、だから漫才させようってやらないでしょ、うん、もういい、長いもう長いよね、ちょ、認めればいいんですよ、いやいや、俳優をなんかやろうとして痛いとか言ってるけど、俺はお笑いやろうって最初の思う人の方がやばいからなって言ってるだけ、だってあなたが歩んできた道でわかるじゃん、なんで俳優からお笑い来たら痛い、違う、俳優になろうとした時にあなた向いてないですって言われて、タレントも向いてないですって言われて、結果流されてお笑いに来たんでしょ、うん、だからその経緯でわかるじゃん、一般的な感じが、何がおかしいの、おかしいじゃなくて、なんかなんだろう、俺が昔バンドやってましたってのもなんか笑うからほら笑ってんじゃん今、だから表に出たいって、なんでダメってなんて言ってないじゃん、何お前がサッカーやってた方が面白いだろうと考えたって、デブのくせに、でも受けてないほら、だから面白くないんだよ、うん、だから面白くないじゃん、うん、面白くないじゃんって言ってでも認めないなお前、うん、自分面白くないって言ってもサッカーなんてやってる人間むちゃくちゃいるじゃん、ああそれをやってましたよ、あそうなんだ、うん、こいつバンドやってたんですよ、だからなんでそれが受けるのがおかしいんだよ、だってバンドやってる人周りにいっぱいいた、何がバンドをやってる人、歌う人はいっぱいいるじゃん、カラオケでボーカルの歌好きな人いっぱいいるじゃん、うん、人前で歌う人いなかったでしょ、カラオケ一人で行く人少ないでしょ、いっぱいいるよ、いないよ、そんな一人カラオケいっぱいいる、ここ最近だよ、ここ最近、いやここ最近でも行くことはいるじゃん、俺の当時の時はみんな歌好きな人はいっぱいある、うん、歌みんなで行って歌聞いてもらうと普通なことじゃん、だからでもボーカルやってたんでしょ、うんうん、なんでそれが痛い、いや痛いなんて言ってない、笑ってるじゃん、え笑ってるじゃん、笑ってるよ、それなんで笑う、それを理由を説明しろよ、お前は人前でよく歌えるなと思って何がみんなに、だからそれを笑ってるけど、うん、人前で歌うとカラオケ友達と行くでしょ、うん、それと一緒だよ、だって友達じゃない人たちもいるじゃん、バンド組んでた、うん、喋ったことない同級生とかもいる、バンドをバカにしてるのかまちゃん、アーティストバカにしてるのか、全くその風に受け止めた、なんで俺がバンドって笑うの、似合わないから、似合わないから、なんだよそれ、そうだな、だ自分の見た目に自信がないと出れないじゃん人前に、普通に考えて、なんで人前は見た目だけ、何男前じゃダメだって、バンドやるのサンボマスターとかダメ、いえ生き物係とかダメ、かわいいじゃん、なんでバンドやるイコールナルシストみたいな言い方するの、でも役者も多いでしょ、普通に考えて、それ偏見、別に俺男前だから俺バンドやろうと思った、多くないから、じゃあボーカルも別に楽器ができなかったからそれやっただけで、うんうん、別に俺ルックスがいいからバンドでボーカルやるってやってるわけじゃないからね、俳優もでも、うん、オーディション何かしらに通るんじゃないかって、ね、東京で歩き回ってたんでしょ、そこ行ったら話がブレてくるから、いやブレてないブレてない、それは見た目の話終了、あーやば、それ話終了、自分が追い込まれた
私の負けです。負けない。私が間違ってました。一般的なごめんなさい。俺の方が高いからね。クソだね。クソ。全然いいですけど。最近勝てないわ、こいつに口喧嘩。悔しい。全然だよ。原宿でスカウトされないかなって、週末しょっちゅう行ってたったらバラされたらもう負けるわ。でしょ？だからもうそうなんですよ。どんなに理屈並べても結局自分に酔ってたっていうのをバレてしまう、うん、そこでだからそれは別に恥ずかしいことじゃないじゃない、自分に自信があることなんだから恥ずかしむことじゃないじゃん。笑うのはおかしいと思うよ君たちは。いやだって笑うでしょ、近くにいたら笑うでしょ , 笑うなお前。例えばさ、じゃあピーチキャッスルとかがさ同期でいるじゃない。で前城がそのまあ、モデルさんか誰かがさ、まあ、共演者でいたとして、あの人かわいいよなって言って、その人の前しょっちゅう横切ってたら、あいつ声かけられるの死に持ってるって思うでしょ。思うね、うん。それと一緒。やめろやめろ声かけられると思ってる。いいじゃん、もう今笑いやってんだから。笑える。それぐらい。ダメだよ。そうやったら君たちは、もういいや、俺をバカにしてんだろ。はい、もう。そうでしょ、バカにされる職業じゃないですか。悔しい。だから変なところでお笑いじゃない風に喋るからそんな感じで追い込まれるんだ。それで言ったらお前だって昔ビジュアル系バンドみたいな格好してたじゃないか。してた。イケメンだと思ってたの。なんでそこですぐ開き直って、もう少しいじられろよ。いや昔の自分で今それがあるから今じゃあ俺も昔はなんか俳優になれてなりたかったなと思ってた。そう、それでいいの。それでいい。それで、うん、それに自信を持っててほしいな、俺は。恥ずかしいと思わないでほしい。自信、だから恥ずかしいから。じゃあ引き分けな。え？引き分けな。いいよ、引き分けでも。うん、全然。お前も昔ビジュアル系バンド、かっぽい格好して、とんがった靴履いて、うん、前髪垂らして、うん、やってたやってた。それだから、ピースを裏にして、プリクラ撮ってごめんなさい。そうそう、だから単独かなんかでさ、映像流した時にさ、それで受けてたじゃん。俺はそれで、OK やった。あの時あの格好しててよかったって思ったの。普通に。じゃあ俺もそう思えばいいの。そうだよ。それが芸人でしょ。やだ。なんだそれ。そっか。そうだよ。今までの人生なんてトラブルあって面白い方が絶対今から役立つわけじゃん。バカなことしてたりとか何にもない人生の人もいるわけだから。普通に中学校行って小学校行って高校行ってでそのままね、自分の道で、まあ、公務員になる人もいれば会社員になる人もいて、うん、わーつまんなかったなって思ってる人も多いわけじゃん。その人たちがお笑いの芸人の過去を聞いて、わーこの人たちすげーな、なんだその人生って思って笑うわけでしょ、うん、それでお金もらってるんだ。なんかね、うん、それで言ったらさ、俺ずっと普通の人生歩んできたと思ったわけ。全然だよ。で昨日ちょうどヤスと話になったわけ、うん、なんか俺はヤバいやつだっていう話になって、うん、でも俺は一度も自分でヤバいやつと思ったことないわけ。そうだろうな。普通の人だとむしろ自分が普通すぎて嫌だと思う時もあるくらいだわけ。ヤバ、うん、いの。ヤバいヤバい。なれるもんならなりたいなぐらいヤバい。素でそれになれるなら、うん、なんか今日だって今そうじゃん、俺がその、うん、お前と今討論始めてヘリクツを五択を並べ始めたときに、やばい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 、出たよ出たよみたいな言い方してさ、うん、もうこれもやばいの俺。だって俺がそのリアクションする前に、うん、今見てくれてる人たちが、うん、始まって顔したから、俺はそれを大事にしてるつもりよ。わかる？ああ、長くなるよ、みたいな顔したから。だから基本さ、会議とかやってても、うん、あなたが喋り出したら、周りの空気感変わるのわかるでしょ、自分でも。わからん。あ、めんどくさがってるなとか。わからん。わかんないんだ。あ、もうだから喋ってて、いやでもこうじゃないですかって言った時に、まあ一期一会とか WBC でやってた時とかでもみんな周りが笑ってたじゃん。なんかお前以外はみんな分かってるもんみたいな空気になってたでしょ。あれがの延長線だから今も。だからね、俺ね、今だったらもう何言ってるばって思うかもしれないけど、うん、で昨日結局あなたと話して結論至ったじゃないですか、うん、はいはいはい、俺は素直になって受け入れようっていう心を持ちなさい、うんうんうん、そう、少なからずそういう人がいるんだから、うん、なさいって今思ったわけ、うん、俺はね、結局ね、うん、あの、我が強い。そうよ。プライドが高い、うん、自分が正しいと思ってる。そうだよ、うん、でもそれはいや、歩みが運なら分かるよ、うん、横田まだ1年の付き合いなのにめっちゃうなついてる。多分ね、俺ね、勘のいい人だったら1時間一緒にいたら分かると思う。
嘘、うん、勘のいい人だったらすぐ気づかれると思う。それをだからあなたは気を使ってると思ってやってることすらも、自分が上の立場から言ってる時とかあるから、わかる。だからこの間のあれでしょ、なんだっけ、小島さんもそうだったじゃん、ラフピーのスタッフディレクターさんって、うんうん、今日のラフピーのメンバー、うん、収録の打ち合わせするから、うん、メンバー揃ってるって言った時に俺がボケでもなければ、うん、普通のこと言ったつもりだっけ、うん、いやまず誰がメンバーか分かんないっすって言った、うん、そしたら小島さんがああ中曽根っぽいって言われて、うん、そう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 、で、ヤスがポロって言ったのが、うん、いや、小島さん、ちなみにメンバー誰なんですかって言えばいいじゃん、うん、でも俺はなんか言い方的に、いや、小島さん、まず誰がメンバーって言わないと分かんねえよみたいな、うん、ちょっとクレームっぽいというか、そうそう、ヘリクツというか、うん、正論だけど、うん、そんな言い方しなくていいでしょっていう言い方らしいの。そうだから、イラッとさせてしまうんだね、相手を。だから、もしかしたら俺、リスナーさんにも気づかれてると思うんだよ、ね。そう。だからね、俺、ラジオやればやるほど、株が下がっていくでも、いいの。それで、いや、もう、中曽根さんも、本当に。旗から見てたら面白い部分であるんだよ。だから、俺、いつも言われるのが、よく中曽根さんと一緒にできるねって、周りから言われるの。じゃ、だから俺ね、うん、ネタ以外やらん方がいいと思う。だから、ネタにも出てくるじゃん。うん、お前にもいじって。うん、5分のネタで何回モンゴルいじりするんだよとか、うん、嫌われるな。いや別にいいんじゃん。いやラジオはね、俺損してると思う自分で。こんなへりくつばっかり言ってさ。じゃあ直せばいいんじゃない。直す。うん、で昨日約束した。うん、そしたらさ、うん、俺もだからもう根本的に戻ったわけ。うん、人に好かれよって思って、うん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 。だからちゃんとみんなに挨拶、うん、いいことね、うん。だからさ、うん、一回言われたのが後輩に、うん、中澤さんの挨拶怖いって言われた。うんうんうん、皆さんみんながお化け屋敷のこの入り口のもぎりの子たちいるじゃん、うんうんうん、ございますよじゃん、うん、俺は、うん、あ他の人たちもいるし、うん、なんでお化けの人が普通に歩いてる人に挨拶してんだろうとか疑問に思われても困るから、うん、あいえいえって言って、うん、ちょっと手前に出して、うん、あいえいえってやってんだけど、うんうん、なんかそれを面倒くさそうにやってるように見られてるんですよ。そうそう、だからそう見られないようにどうするべきだろうって考えるのも成長じゃない。そう。で、それで、うん、今日からちゃんとみんなにニコニコ挨拶し、うん、挨拶しようと思ったわけ、うん。そしてみんなにニコニコ挨拶するじゃん。うん、そしたら寺崎さんに、お前なんだよニヤニヤして気持ち悪いって言われてさ。うん、だから、ボケっぽく言ったらいいんだよ。おはようってやったわけ。ゴリさんがよくやるやつ、うん。普通になんか台本とか見てんだけど、ゴ、う、リ、ん、さんおはようございます。あ、おはようってやった、うんうん。あれやったんだけど気持ち悪いって言われて。うんうん、で、俺自ら、俺いつも楽屋入ったら、うん、どっか端っこに、で携帯触るさで、うん、みんなに絡もうと思って、うん、畳のところにリュウタが寝てて、うん、アリムに、でクリスがソファー寝てて、うん、アイメもソファー寝てて、うん、で入ってってね、お話ししようよみたいな感じで、うん、フランクに行ったわけ、うん、みんな携帯触って一言も口開かねえ、うん、で俺そこで怒ったらダメだから、うん、ね聞いてる、ねお話ししようよ、そんなに携帯好きかと誰も見ない、うん、誰も、うん、わざとシカトしてるよ。だからシカトしてるボケだったら、うん、ちょっとそこで笑ってくれるじゃん。うん、それでも笑わねえ、うん。スーって俺も携帯触り始めて。だから。でも俺そこで気づいて、俺本当に嫌われてんだなと思った。違う。めんどくさがられてるだけよ。それは。いいじゃん。みんな日常会話するじゃん。二次会変だったら1時からの1時間はみんなでおしゃべりする30分でしょ、キャラバンまでは。うん、みんな口聞いてくんないの。だから、スッと入ればいいんじゃない。じゃあスッて入ったらお前のタイミングが悪いとか怒られるじゃん、また。だから誰かが喋ってる時にスッて入るからタイミング悪いってなるけど、誰も喋ってなかったら、あ、そういえばあゆみさって普通に話しかければよ。でみんなが好きそうな話題とかを言えばいいんじゃない。難しいな。例えばスペコメ俺ら選ばれてないけど今回のどんな感じって受けてるとか、おーってそれだったらこうこうこうだよみたいな感じで返してくれたら。でもさ、あゆみ結構あれ出てるけど、クリスたちも出てるのとか、ってやったらアリンクリンが混ざってくるでしょ。で、その会話の中で、他の会話にこう発展させていけば、うちらでラジオやってる時にさ、いつも話が逸れてさ、最初何の話してたっけっていう状況になるじゃない。なるね。あの状況を作ればよ。その場で。道理で俺合コンでモテねえんだな。それは分からない。話が下手なんだよ。多分だから誰かが喋ってるのを聞きながらそれに自分の話を突っ込んでるつもりだったりとか自分の話しようとするつもりが、うん、あの人の話の途中で切っちゃったりとか、そうそうそう、突っ込みが冷たかったりするから、いや何この人って思われちゃってるかもしれない。
俺は面白いツッコミだと思って言ってるのに、うん、引かれたりとか、うん、うるせえよって言うじゃん、うん、引かれたりとか、うん、俺は面白い笑わそうってやってるつもりが、うん、その人は私が話してるのにって思われたりとかね。そう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 、だそれも気づかないから、うん、まあでもだからそこで、まあ、空気読めねえなって言われた時に、なるんだな、なんていうの、うん、がっちり何が俺空気読めてんだろうっていう戦闘体制にすぐ入るじゃん。だからなくて、どこが今空気読めてなかった、俺わかんねえんだよって言って、うん、それする、いや、こうやってこうだろう、だからこういう時はこうしろよみたいな、うん、話まあそうだな、すいませんって言ってたら、もう可愛いやつだなって終わるし、俺それやる、それやる、うん、その方がいい、言ってね、じゃあ、あれして、お前が話してるのに、うん、俺がかぶせてきたら、ラジオ中も多いじゃん、今もやってたじゃん、うん、そうなった時なんか罰ゲームしよう。罰ゲーム、うん、じゃあね、ピンタ、デコピン、デコピン、しっぺいたいな、デコピンにしよっか。あー、デコピン頭だからな、うん、肉が少ねえんだよ、おでこ、うん、何にしようか。じゃあデコピンで、うん、デコピン、うん、デコピンにしようか。デコピンがいいんじゃない、話食ったらな、うん、そうしよう。わかったわかった、いいよだからもう次のね、クエスチョンからは、うん、もっとポップな中で俺はこうじゃねえよって言うんじゃなくてやっちゃってるな俺っていう、みんなごめんって言う、そうそうそうだからニュー中でになるから、この企画ライブもみんなが弾いた時、弾いてんじゃねえよってさ、そこでみんな弾かないでって言えばよくね、そう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 、ごめんなさいって言えばいいの。ただですね、な、見た目では別にその可愛らしく見えてるわけじゃない、だからその通りになればいいんじゃない。俺がね、マクドナルドが好きだっていうだけでみんなが笑ってくれるようにさ、そんな笑わないよみんな。だから普通にファンのこと喋ってても、ヤスさんなんか好きな食べ物なんですかっていう食い気味でマックって言ったら笑ってくれたりするんだよ。なるほどね。そうそうそう、だからその返しとかも、そう、自分に合ったやつ、歩みとかもそうだと思うんだよ。歩み出たらもう目の前にいるとか一緒に今日あるんでしょ。俺変われるかな、夜から。あゆみ30超えたら人格変えるの大変なんだって知ってた。いやもう出るって言わないのにすぐ質問しちゃった。そうだよ、うん、無理で無理。じゃあ、はい、あゆみが出てくれるので、この子の場合はちょっとね、テーブル、あ、椅子を用意する間、ツイッター読みましょうか。はい、白間さん、白間さん、こんにちは、はい、VS 知念でウリズン桜さんが勝利したんだ、おめでとう。ありがとう。ウリズン桜の企画ライブ、うん、ウリズン桜の中曽根さん、スーツ姿かっこよかったです。おー、よかった、まあ、嬉しいですね。ほらそんな面倒くさい私でもそうやって言ってくれる人がいるんですよ。いいですよ、その返し。すごいいいですよ、今の返し。めちゃくちゃ謙虚。ありがたいですね。ありがとうございます。チケット買ってください。ずっとやってほしい、これこれこれ、うん、一回 OK だけ押しておいてもらうね。押したらいいかな、はい、なるほどね。はい、じゃあゲスト大谷美ちゃんです。はい、大谷美です。お願いします。同期だからね。ね、同期よ。あゆみずっとさ、この話してる間うなずいてたじゃん。あ、やばいと思う。そうなの。そうでしょ、だってなんで気づかないかね。ずっと気づかずに来てだから今日ちょっと優しかったんだね、私にもね。なんか優しいわけではないあ、でも今日、うん、あゆみが、まあ、別の曲なんですけどラジオもやってるんで、今日誰もラジオゲスト来てくれないですから、そうそう、俺行こうかって言って、おうおう、優しいと思って、今日珍しいと思って。いいじゃない、そういうことがあったわけね、自分を変えようとして、うん、そう、だから今までだったら独占なと思って家帰ってなんか眠りたいで眠ろうとか思ってるけど、仲良くなりたいって。そう、今日めちゃくちゃ話しかけてくるから、うん、なんで、なんかあったかなと思って逆に昼からさ、さっきのも話だけど、楽屋でなんか話しようみたいな、うんうん、私自分もその中に入ってると思わずにもう聞いてなかったからさ、うんうん、そうだったんだと思って、ごめんね。なんか変だった今までがあるからでしょそう今までのやつがあるから、急にこう絡もうとしたらこいつ何だかって思われちゃうの。なんだろうな、俊介の場合さ、薄っぺらいんだよ、なんかいろいろ。わかる？そうだね。いい人なんだけど、まあ、根はいい子なのはわかるんだけど、なんかさ、その感情自体が、まあ、人に対して例えば心配してるとか、そういう感情がなんか薄っぺらく感じるのよ。本気で心配してないでしょみたいな。シンプルに言うと、すごい素直なの。
あ、そう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 。だから自分の中で、あ、こいつ大丈夫そうだな、大丈夫って声かけて、うん、大丈夫だよって言われたら、大丈夫なんだって思っちゃう。そう、わかるわかる。いや、お前大丈夫じゃないだろ、なんかあったのかっていう一言が言えないの。できない。でしょ？ほら。だから、レナがたまに泣いてて、どうだったの、なんでどうしたの、あ、もう大丈夫です、あ、大丈夫なんだって。でしょ？そうそうそう。多分そこが。そこでご飯行こうぜとか言えないもん。そう、だから大丈夫なんだって思っちゃうの。そう。違う。そう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 。あの、大丈夫じゃないとき、中曽根君は大丈夫じゃないって言えるから、うん、言えない人の方が多いから、うん、それに女の人っていうのは、うん、聞いてほしいものなのよ、やっぱ話を、うん、なのに、俊介は深く聞かないわけ、うん、深く聞かないっていうか、こっちは聞いてほしい、そして何なら俺の話をし始めるから、そう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 、ほら、自己中なんだよ悪い子じゃないんだけど、本当にね、うん、人に対してすんごいなんか薄っぺらいのよ、感情が。だから興味がないわけ。言ってますよ、なんか皆さんにね、うん、あの、中曽根どうなってんだって言われたら、本当ただ素直なだけなんですよって言ってる。素直、わかるわかるわかる。そしたらみんな、あー、まあまあまあってわかるもん。で、それをどう改善するべきなのかっていうのを相手に伝えると、その、俺は間違ってないっていう、もう素直な気持ちで信じてるから、それからブレるようなことは、自分より上の人間の言うことしか聞かない。だからお兄ちゃんとかに言われると、ちゃんと素直に聞き入れるんだよ。折れないよね。そう、そして折れないところ。ちなみにこの俺がこういう反省したきっかけって、うん、トータルテンボスの藤田さんのおかげだろう、うん、ほら、結局先輩がそう言ったからでしょ。ありがとうだよね、本当に。それがきっかけ。感謝感謝。これ、じゃあもうこれで終わろう。俺、じゃあ5つ守る。はい、歩みと安のアドバイスを5つ約束して守るから、はい、それを決めて、この話を終わろう。うんいいじゃん、今日反省会のウリズンダクラのラジオみたいな。別にその都度言ってってあげたらいいんじゃない。あいみは同級生だし。そうだね、うん、だ、私だったらいいし、別に同い年だし。そう、俺あいみに言われたら俺全然、いや、そして嫌な気持ちにならないでしょ。なんか俺だけ、もう言わない方がいいよっていうのが、お前の方が何々だろっていうのは言わない方がいいと思う。これは安に対して、いや、みんなに対して。はい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 。例えば、中曽根さんちょっと、例えば、まあ、今で言ったらさ、はい、そのお客さんとかに、ちょっと最近なんか茶髪にしてチャラくないみたいなのよく言われるじゃん。あ、言われるね。そうそうそう。それで、あの、例えば、オーシャンとかが、はい、オーシャン結構チャラく見えるじゃん。あいつらが、なんか、中曽根さん髪黒い方が良くないですかって言う、お前らの方がチャラいだろうって言い返しちゃダメ。あー、なるほどね。でも言うよね。なんでなんで、なんでって聞いて、いや、中曽根さん多分黒の方が似合いますよって言われたら、あ、そっかって言ってあげればいい。うん、そう、もうスタートが喧嘩腰だと後輩が、ああ、もういいですね。そう、俊介そういうとこある。後輩が話しかけてきたら、うん、全部なんか喧嘩打ってると思ってるみたいな節がある、聞いてたら。そうだ、一回受け入れてあげて、うん、そう、そう。うん、で、俺は、でも、あの、お前ら、そのチャラさを売りにしてるんじゃないんだったら、ひげない方がいいと思うけどな、っていうぐらいの優しい感じで言ってあげるとか。そうって言ったから、そうそうそう。あー、丸くなるってそういうことなんだね。そう、そういうこと。だから、ヤスにはさ、リオとか、後輩めっちゃ寄ってくんだな。だから俺は怒んないからさ、その、ちゃん、本当に悪い時しか怒んないから。ちょっと羨ましい時あるもん。楽屋袖とかでさ、舞台袖で安いでリオとか絡んでたりする。俺絶対俺と絡んだ方が楽しい。で、私めっちゃ言うけど、かばってるからね、俊介のこと。後輩に、いや、それ聞くとなんか俺が込んだ。後輩に、なんか、いろんな先輩、やっぱみんなね、私女芸人だから、私にはやっぱ話しやすい節がやっぱあるんだはず。まあ、結構ご飯とかみんな行く。そうそう、みんなでご飯行ったりするから、うん、それで、一期生ってどうなんですかみたいな話になるの。やっぱ一期生は先輩すぎて近寄れないって言ってる後輩たちもいるから。いるね。うん。それで、ピーチキャスラどうなんですかなんとかですかって、ウリズンの話になった時に、うん、まあ、ヤスさんはでもまあまあご飯連れててくれたりするし、うん、まあわかるんですよ、みたいな。で、中曽根さんってどういう人なんですかって結構言われたりするのよ。ちょっと怖いみたいな、やっぱ。うん、その時に、いや、違うよ、俊介は本当にいい子なんだよ。いい子なんだけど。お母さんいやいや、こうやって、ちょっとね、素直になれない部分があるから、でも本当に悪気があって言ってるわけじゃないから、うん、あんまりそんなビビらない方がいいかもよ、みたいな。普通にしてて、みたいな。別に深く、なんつうの、うん、悪気があって言ってる言葉でもないから、傷つかないでいちいち、みたいな。と言ったりするよ、私。めっちゃかばってる。俺、傷つけてるんだ。いや、怖いってやっぱ言う子は言うよね。じゃあニコニコしようね、まず。うん、で、基本、すべての人間に対して自分より上って思って接したいわけだ。小学生とかでも。でも、自分より上だって思って喋ったわけ。はいはいはい。上ってのは何が？お前で言われたくねえんだよっていう。聞き方番も一切しない。絶対ダメ。そう、俺も小学生にデブとか言われても全然怒んない。
え、た例えば何、じゃあ5期生とかにいじられても、うん、いじられてありがとうございますそうよ、だっていじってもらうってことはさ、自分が頑張ってないのに受けさせてあげようって後輩が思ってくれてるわけじゃん、うん、この人で笑いを取ってあげようって思われるってことは、その好かれてるってことじゃん、うん、だから好かれてるってことは今まで通りでいいってことにならない、で今まではだからその怒ってくるであろう状況の時に後輩がその時に誰かに助けを求める流れが面白くなるっていう風に考えるだから、自分で面白さを持っていくために中曽根を怒らせて、だからそれは岸本とか中本とかができることなんだよ、うん、それを全ての後輩がいじるようになったら一番いいじゃん、そのでも俺ここから変わっていくじゃん、うん、なんか例えば後輩が、うん、おい中曽根水入れてこいよとか言ったら、分かりましたって言って普通にやるとするじゃん、うん、誰もいじってくれなくなるんですよ、中曽根さんめっちゃなんか真面目になっていじりづらいっすってなってから、あでもそれで一回入れてきますなんでよやそうそういやそしたらみんなビビる、またビビらビビら言い方一回乗ってあげることで、そう言い方だと思う、マジで、あそうすればいいのか、うん、俺だからさ中本とかが中村、うん、とかがいじってきても、うん、うるせえよとかしか、そうでしょ、ほら一回乗ってあげる、受け入れてあげる、うん、でそれがもしかしたらさ後輩の中で、あ中曽根さんでこういういじり方したら一回乗ってくれるんだと思ったら舞台上でやってくるかもしれないし、そうだな、怖いってなるから一回乗ればあお笑いで怒ってるんだってなる、普通になんか居酒屋でやる話をラジオでしたよね、うちのね、水の桜の反省会でいいんじゃない俺これお母さん聞いてたぜ、いやマジで後輩同期みんな友達いねっていう放送聞いてたぜ、いやいやいや、お母さん大丈夫、俊介と私仲良しですから心配しないでくださいね、ちょっとこうたくんが朝の8時からメール送ってくれるから読んだけど、朝の8時の朝の8時の朝の、すごい、はい、こんにちは、松村かおり、押しこうたです、はい、先週の総選挙の話はおしまい、おやっと終わってくれました、やっと終わったとか言うなくだからこういうとこね、おいもう少し知ってもいいですけど、いやそれは困るよはい、普通に戻りますが早速ですが質問です、はい、最近いい夢見ましたか見てたらどんな夢か教えてください、よろしくお願いしますそれいい夢ってどういうことだろうね、そのいい思いを現実的にしたのか、うん、夢の中で本当になんか面白い夢を見たってことなのかな、あのね、うん、ちょっと下ネタっぽい話になりますけど、いやいや大丈夫、夢の中で、うん、エッチしたことある、ダイレクトだ、うん、まあまあそんな感じの夢を見たことあるんだけど俺あるんだけど、うん、やばいな、やばい、何の話よ、やめよう、この話。あ、やばい。夜向きやっさ、夜向き、夜向き。そうね。これはちょっとね、ダイレクトすぎてた。お前、お母さん聞いてんだろ。あ、そうだ。何してるの、これマジで。夢か、夢見れる？で、失礼な話よ、うん。あの、太ってる人って、いやマジで睡眠浅いって言うじゃん。耳比較あるでしょ。夢見れる？え、毎日見てたよ。見る。どっちがいいんだっけ、夢見てる方と。夢見てる時は熟睡してんだっけ、あ、違う、ね、してない。眠りが浅いから夢見ちゃう。なんだ。うん。あんまりじゃ見ない。私本当に夢日記つけれるぐらい毎日見る子だった。おわ、それいいな。よくないよ。あれできる人。疲れるとっても。途中まで夢見て起きるじゃん。あ、でもう一回見ようって。続きから見れる見れる人。だけど、その続きは思い通りにならない、うん、なれない人だし。ああ、そういうこと。あ、でも俺慣れる人だわ。慣れる人の羨ましい、マジで。夢見てて、夢の中でさ、飛べる夢見たときすごい楽しいじゃない。なんかこう、パッて、お飛べるって思って、でも途中で気づくときない。あれこれ夢だなって。夢見ながら、うん、夢の中で飛びながら、夢の中でこれ夢だなって気づくときでしょ。これ夢だなって気づいた瞬間に終わりそうになるのよ。わかるー。その瞬間に、夢にこうクッて力を入れて夢の世界にどっぷり入って夢って分かった上で俺は手からビームが出せるってバーンとかできるタイプ、不思議、それはそうだから今ダイエットしてるでしょ、夢だなって気づいた瞬間とにかく物食うっていう夢の中で、そうそうそう、お前かわいいな食べれないから夢の中でご飯食ってんだ、おにぎりガンガン開けて食うっていう、バカバカ食って起きてめちゃくちゃお腹空いてるっていう状況に幸せを感じるよね、あんなに食ったのに全然お腹空いてるっていうその状況がやっぱ嬉しいよね、今はね、
最近で言うと。寝るときってさ、うん、どんなして寝る？どういうこと？どんなして寝る？ベッド、まず布団。ベッド、ベッド。ベッド。私ベッド。俺は布団の上に低反発のマット敷いて寝てる。寝る。うん、で、あの、かぶるもの。普通に、あの、薄いタオル。あ、タオルいける人？タオルケット？俺、羽毛布団。俺、布団じゃなくてなんだよ。全然タオル、タオルだけで眠れる人すげえなと思う。タオルっていうかあれだよ、なんていうか普通の布団、布団っていうか薄い、薄い、なんて言えばいいのかな、ブランケットの長いやつ、でかい、タオル生地のやつで薄いやつあるさ、あれ、あれ全然いける、私大好き、タオルケット。俺あれ全然ダメ。え、なんで？気持ちいいけど私タオルケット夏場かぶったらグチュグチュグチュってなって塊になるさ。ならない、ならない。嘘、全然ならない。その寝相が悪いからじゃない、多分。俺はそのクーラーを、うん、まあ夏でも冬でも、うん、16度の設定して、あ、それそれそれ、金にして布団、パンツ一丁で毛布かけ、毛布、あ、布団っていうか羽毛布団。俺もそれなんだ。サブって言いながら寝るのが一番好きなの。それできる人って贅沢病だと思う、私マジで。ただ起きた時めちゃくちゃ喉が痛くなる、空になって。それそれいい。でもそれが一番気持ちいい。だからブランケットの時はあれでしょ、その風が気持ちいい秋とかさの時に扇風機をこう当てながらお腹にだけブランケットをやって寝るみたいな。マジ太ってる人の言い方です。マジで気持ちいいじゃんでもあれ。まあまあまあ。そうそう、涼しい風が冷たい時とかね、すごい気持ちいい。俺一番いいの部活終わった後の体育館で寝る。体育館で寝る。分からん。あれ分からん。私部活やってないから。部活終わって体育館で寝る超気持ちいいよ。涼しい夏の。涼しい。へえ。やったことない。あ、でもそっか、俺サッカーだから外なんだよ。体育館で寝るってことはまずなかった。バスケ部だからじゃん。バスケ部だから、うん、体育館の床が冷たいんだよ。畳で眠れる人？全然寝れる。寝れる寝れる。全然寝れる。畳と床って、どっちがいい？え、畳でしょ、そりゃ。でも、そりゃ、部屋借りるときって畳の部屋安いんだよ。わかるよ。うん、なんで？シンプルな疑問。フローリング、なんだろう、フローリングが主流だからじゃない？わかんないけど。畳の良さって何なの？畳はだから熱気がこもんないじゃない、床に。その座っててもさ、お尻のとこだけ熱くなんないじゃん、通気性があるから畳、うん、でも床ってそことお尻の間ってもう密着してるから、汗かいたりとかしたらもうそこがもうずっと暑いでしょ。あと冬は寒いしね。そうそうそう、冷たいし。でも畳は基本年中温度変わんないじゃん。絨毯は？絨毯はもう冬は暖かいけど夏は暑い。あと掃除が大変。そうね、掃除大変。物こぼしてもそうだし。畳の良さが分かんなくてさ。畳良くない？私好きだけどね。畳好きだけど。俺昔だって畳好きすぎて、ベッドの枠に合わせて畳を切って、ベッドなんだけど畳をはめてるベッドを作ってた。あ、めっちゃいいそれ。最近でもベッドでそういうの出てるよ。あるよね。それをだから木の枠で、もともと建築やってたから、自分であのベニヤン板持ってきて、それに足くっつけて畳を置いて、その上にふとオープション。オンショット。虫が、虫が、ああ、やばい。ハプニング、ハプニング。ハプニングだよ。うん、でもすごい気持ちいい。その時は、クーラーマックスじゃなくて、窓全開で網戸閉めて、扇風機だけの時、はい、ブランケットをかぶってやる時。で、その夏とか冬になると、その上にマット敷いて、羽毛布団かぶってみたいな。クーラーマックスで寝る。金持ちだ。いや、違う。兄弟がいっぱいいるのよ。ああ、なるほどね。そう。6人兄弟だからさ、部屋の家具は全然困んない。畳いいよ、でも。私絶対、一人暮らしじゃなかったら、うん、2L ぐらいの部屋借りれるんだったら、うん、絶対畳の部屋は一つ欲しい、うんね、で。そこで眠りた。ダラダラしたいよね、畳の上。ダラダラしたい。そう。畳の上、ダラダラしたくなるんだよな。いいよね、ソファーがいいんだよ、そしたら。え、ソファーもな、まあ。ソファーいいけど。いいけど、なんか違うよね。うん、テレビ見たりとかする分にはいいけど、畳は本当に寝そべったり座ったり、そうそうそう、本当にゴロゴロしたりする。ソファで寝そべらない？長いソファ。いやでもなんか寝ちゃうもん。違う。え？寝ちゃうの？え？ソファって寝ちゃわん。もうなんかベッドに近い感じ。背中痛くなるじゃん、ソファ。うん、難しい。ソファーね、体痛くなるから。で逆に俺フローリングの方があんま好きじゃない。うん、フローリングで寝るときなんかもう地獄。硬いもん。もう硬い。もう起きたら体痛くなるもん。そう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 。本当に俺、アイメはどうかわかんないけど、俺寝返り打たないのよ。寝返り打てないのよ。ずっくり返らない。カジゴンの寝方と一緒なんだよ。トトロと一緒。きつないそれ。トトロと一緒ずっと上に。いや、回んないの、体が。重いから。私、寝返り打てる、まだ。
本当？もうちょい大きくなったら打てなくなるのかな。でも、あゆみはもう今、多分ね、自分の限界値に来てるから、うん、球体みたいになってるじゃん。だからもう、寝返りする方が楽じゃん。転がっちゃう。止まらなくなるじゃないかな。だから坂道とかで言われない？なんか、走るより転がった方が早いんじゃない？デジオイルそれ。でしょ？デジオイル。俺もめちゃめちゃ言われてた時は、すごい転がってた。転がってたっていうかまあ、その座ってても寝れたから、で今は無理だけど。最近さ、俺眠りの悩みでずっと首が痛いって言ってんじゃん。枕合わないんじゃん。いや、合わなくて、低反発が買ったんだけど、それでも痛いわ。だから、もう、自分の専用の作った方がいいよ、そうだったんだ。ねえ。枕でだいぶ変わるよ。っていうね。最近さ、あまりにも痛すぎて、起き上がろうと思ったら首が上がらないわ。長いからじゃん。首長いもん。長いから関係ない。いやでも長いもん。もうどうしようもないから、うん、俺自分で頭の髪の毛掴んで、自分の髪の毛、頭をガッと上げて起きた。かせる。気持ち悪くない？気持ち悪い。でもそれ理解できるのキリンぐらいじゃない？そうだよ、首長いもん。首長すぎて。いやでもマジでちゃんとなんか眠りの森みたいなとこだったっけ？眠りの駅？眠りの森ってドラマだった。そこ行って枕作ってもらった方がいいよ。1回行かなきゃ1万ぐらいすんだよな。でもだいぶこれでさ、そしたら大体売り文句で言うだよ、人生の3分の1は寝てますから。いやでも本当に記憶ないから3分の1ないもんですみたいな感じ。何言ってだから、まあ、そういうとこダメだ。出ました。すいません、本当に。大事、睡眠取らないと本当に大あれだよ、何もできなくなる。体調も壊すし、ね、体調も壊すし、マジで、うん。ただその3分の2を楽しむために3分の1をどうよく過ごすか。いいこと言った、うん、そう。歌い文句が好きじゃないんだ。いやでも本当のこと言ってるから、ね、本当よ。枕大事だよ。ベッドはいいのかいとか言うもんな、うん、寝るのはね、寝具は大事、マジで。疲れ取るためにもね。さすがにちょっとね、睡眠取れないとイライラしてくるようになってきて今。ほらそう、枕変えることで睡眠もだいぶいい風に改善されると思うよ。年かな。そうだから枕って結局。ほら認めないでしょ、ほら。じゃ今のは天然普通に。年もあんのかなっていう。でも誰か枕に詳しいやついなかったっけ？芸人で？前なんかその話したな。芸人で枕に。そう、枕の中身がなんか。ふわふわのやつと、うん、そのビーンズみたいなのが入ってるやつと、ね、合う合わないがすごいあるから、眠りの駅行った時はそのいろんな生地でこう頭乗っけてみてやった方がいいですよみたいな。で結構高いんですけど、それ1個買うだけで本当にすごい変わるんで。俺1回行ったんだよ、眠りの駅、行っていろいろ調節してもらって、30分40分ぐらいかけて、あ、じゃあ寝返り打つときここはもうちょい高い方がいいですね、ほらこうしたわけで40分ぐらいやったんですけど、じゃあもうこれにします、カスタムしますよ、これにしますって言ったら、あのすいません在庫がなくてって言われて、わついてねえな、もういいですね、こらえて、帰れっつって、無駄な時間。でも自分に合う枕があったと思うでしょ。見つけたのは見つけたの。だから見つけて、でもこのデータは取ってあるから、いつでも来てくださいって言ったんだけど。いいじゃんじゃん。でもその日結局眠れなくてイライラして、ドンキ行って、とりあえずなんか買ってやったから、まだちょっと当て伸ばしないと。この枕がへこたれるまでは使って。なるほどね。枕大事だからね、本当に。物を大事にするっていうのはいいことだから。はい、ただもう寝るのはもう大事にしないと、本当に。寝ないとマジで体調崩す。俺寝なかったらさ、声出なくなるのよ。声が出なくなるから一番困るのよ。疲れが取れないとかじゃなくて。今度さ、実験してみない？なんかさ、水曜日のダウンタウンでやってたけど、食べ続けるのと空腹どっちが辛いかみたいな。寝続けるのと寝ないの？俺だってそれだったらマックス5日間寝なかったことある。嘘。映画祭の時に。じゃあだから断食と寝ないのどっちが勝てるかみたいな。食い続けるのはきついから、食べないで5日間、食べないで1週間、寝ないで1週間、どっちが先に。いやもう私結果見えてる、私はもう無理。どっちがギブアップするか。これ多分4日目ぐらいまで普通に過ごせる。嘘。私無理。5日目のに立ったまま寝て倒れたの。そのまま。なので気を失ったんじゃなくて、立ったまま寝てしまって力入らなくてバタンってなって間ででででみたいな。あ、やばい、寝ないとやばいなっつって映画祭それで終わって、1日空いたのかな。で寝て起きたら次の日1日丸1日眠って、その次の日の朝に起きたの。
だからあれさっき寝たのにまだ2時間ぐらいしか経ってないって思って親が心配して起こしに来るっていう。だから丸1日寝ちゃったのか記憶がないの。1日飛んでんだ。そう、だからそれぐらいだったらいける。じゃあもう時間ということでございます。70ラジオ結果俺のダメ出しと睡眠は大事っていう話。睡眠は大事はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日から中曽根手術は変わろうと思いますので、はい、もう聞いてる人もね、何か僕が何か言ってあげてください。中曽根さん出てるよって言ってくださいね。謝りますから。はい、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、もう時間まだちょっとあるのか、1分30秒、ね、30秒ほど、はい、お口全然しておりません、はい、新規ツアーありますので、はい、ツアーがあります、はい、9月の10、11、18、浦添市、沖縄市、石垣市と、はい、僕たちも出ますので、はい、皆さんぜひもうコンビニでネットでも買えますのでぜひ来てください、うん、ということで月曜日担当のウリズン桜とゲストに親由美ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。真っ暗欲しくなってきたな。今の調子よくないの？いや真っ暗、最近家で寝てないんだよ。どこで寝てる？家で寝てないの最近マジで。なんでここで帰ってきた？最近もだから人の家でよく寝るから。ボンジョルムね。で、こんな感じで。やば。なんか家で寝てない。だから余計寝れない。ボンジョルムって俺別にやっぱり。なんでね。はい。ボンジョルム。仕上げなの。ハハハハ。